1.5秒差。Thank you.
トップゴールは3コースの高畑選手、18周の18周の4分14秒095と、ここまでが18周。横手ゴール佐橋選手は17周の4分フラット13秒となってます。お疲れ様です。見せとかないよね、やっぱりね。やっぱり見ます。自分のボディが入っちゃうみたいな。よかった。また違うあれがありますね、それは。魂込めてる。今の走りは皆さん的にどうでしたか。まあ、最高ですね。いつも通り。いつも通りやな。いつも通り。普通にやっただけです。とりあえず安牌で。まだ見せてないな。まあ、車もすごい良かった。また縮小言いましたね。これ何回切るか、縮小だよ。カウンターをさせる。さすが、まとめてくるな。なかなか手強いですね、これ。手強いよ、やっぱ。簡単になるね、やっぱ。さすがに。2人ともいい走りだったけどね。まとめてくるよ。とにかくスタートのタイミングで正直近いと嫌だなと思ったから、多分相手の同士、僕もそうなんで、深夜が先にもう譲ってくれたから、いや、それも向こうに。そう、でも深夜譲ってもらった後はちょっと抑えろって、一瞬で年齢が厳しくなるから、とにかく一瞬目ここ抑えてこいっつって、まあ、とりあえず持ちましょう。ギリギリ持たせなきゃしょうがないから、最終ラップの勝負だなと思ってたんだけど、で、ね、やっぱミスしたもん、勝機が持つかどうかが分かんないから、お互いの、だからその部分で見ると、でも17周の3分何秒か、でも別に上には来るから、どっちかだな。次は負けないよ。いや、勝負しよう。今のは、範囲は何なんですか。範囲は、まあ、自分、意外と4分って、人間リズムなんですよ。リズムがちょっと後半乱れたかなっていう、そこと取り戻せなかったっていうのがまあ範囲です。それやっぱなんかプレッシャーとかそういうのも、プレッシャーもちろん後ろにいたっていうのもあるんですけど、やっぱ最初の1周目で結構ミスっちゃったんで、ちょっと離そうっていう気でまあ3分ぐらいまで行ってたんですけど、そこからこうさらに離してやろうっていう気になったら終わってました。でもとりあえずまあとりあえず 2、まあ、2ポイント取れたんで、すぐ引き離そうとしますよね。いつも通りです。次は、はい、次はどうするんですか。まあ、次は、まあ、多分後ろからスタートだと思うんで、ああそうだ、まあ、前に獲物がいる感じでちょっと行こうかなと、まあ、うまくいくかは分かんないですけど、まあ、頑張ります。はい、3番でしたけど、はい、どうだったんですか。まあ、車とエンジン調子良かったんですけど、ちょっと人間の頑張りが足んなくて、まあ、ペース的にはなんとかついていけそうなんですけどね、もうちょっと気合い入れて頑張ります。